関西に住んでる方が結構少ないということで、遠方に住んでる方、まあ、関東だったり海外に住まれてる方が多いということなので、はい、今回また記念に、動画に残してほしいということで、はい、お依頼いただいた形になります。このズーム仕分けしてもらってるやつも、うん、大体約2ヶ月ぐらいかかったっていうのは言うと、週1回ぐらいちょこちょこっとやりに来て、結構一緒なんです、そうです。こう、奥深いんですけど、はい、そんなにめちゃめちゃ多いっていうわけではないです、全然。じゃあ、そこは。あ、そもそも出すだけなんで。あ、はい。2分で終わります。2分。僕はそこに。何分くらいで終わるか。まあでも3、2、30分あれば終わると思います。そんなに仕分けないんだ。ああ、もう出すだけで、はい、そうですね、傘と。そうそう、傘も仕分けとかしないんで、自分は出すだけなんで。仕分けする量は結構多そうですか。いや、これもそんなにないですね。あと何分ぐらいですか。時間とか。ここはもうあと10分ぐらいで。あ、10分。ください。泥棒来ました。あったかいですか。気持ちよくなってくる。ボーっとしてくる頭が。さっき言ってましたけど、お腹が痛い痛いし、冷えてるから痛いですか。そうなんです。あったかい部屋がかかとります。寝ましいです、体に。お腹大丈夫ですか。何ですか。お腹大丈夫ですか。なんとか寝てます。よかったです。寒くなったらお腹冷え、冷えますね。冷えやすいんですよ、僕。あ、一時腹巻きしてましたからね。でも敏感というか、すぐもなんか冷えやすいですね。冬の時っていつも MA1 着られてますよね、スタッフに。着てるんですけど、意外とあのゴワつこんで、この手元の作業をしてたら肩とか腕周りがかさばるんで、結局脱いじゃうんですよ。最初は寒いんですけど、まあ、仕分けしてるだけでもだんだん体は温まってくるんで。意外と肩こりです。ああ、重たい。はい。じゃあ、木以外に。そう、木さん。あ、何か、ハサミちょうだい。あ、OK。終わりです。ちょうど日本語に来ました。そうですか。広いっす。
かしたんですけど、はい、こっちもあるんですよ。まだ奥あるんですよ。まだ奥あるんですよ、こっちも。いらしというか、車で今来たからです応援に行きました。後でまたもうすぐ出ますけど。あ、すぐ出るんですね。すぐ出ます。解体作業もう、これも終わります。下ろしてもらうだけです。189に全部妻は、はい、ガンガン妻は僕以外です。広いお家だと、あの最初オープニングでもお時間見てましたけど、はい、まあ、1日作業になってくるのかなと思います。結構、ね、なんかパパパと、そうですね、意外とスムーズに作業がいかけるんで、ある程度も今日で目処つけれそうですね。まあ、皆さんがテキパキ動かれてるっていうのもあると思うんですけど、はい、あのお客様がやっぱ仕分けしてくれてたら、いや、もちろんそうですね。ほんまに全部分けやすくしてくれてるので、一箇所ずつ多分終わらせていくのがいつもより全然早い。はいはいはい、はい、だから効率的に。そうそうそう、本当にありがたいです。ありがたいです。ハンスでダメです。OK。もう終わり。そうっすね。もうほんまに。腹に座ってるのは大きいです。だから今日のメインっていうのはほんまに運び出しと分別。うん、そうですね、最終の分別チェックとあとはどんどん運び出していっていう感じですね。
べる。あの。あ、はい。置いてあるものって結構いろいろって感じですか。そうですね、いろいろありますね。いつもあるし、まあ、家具とか、まあ、じゃあ家電とか食器とか、ね、そうですね、家電もありますし、使わなくなるという、そうですね、いろいろですよ。なんだかんだでなんだかんだで30分ぐらいはもう出ない、やばい、ここで置いてやる。おーちゃん疲れてんだ。全然まだまだ行きません。全然疲れてないです。全然疲れてないです。もうまだまだ弱いです。まだまだ
順調ですか。もう順調も順調ですね。でも統一してんねん。バスタオルも統一してんねん。タオルも。いろんな種類いやいやタオルなんか。あ、わかるわかる。統一してる？バスタオルとタオルはあの2種類。バスタオルは1種類で、あのボディタオルは2種類。あ、セットしたは全部一緒のカテゴリー。あ、あの、かかったりなくなったりするやつ。なくならない、なくならない。私だって片方なくなるようにできてる。できてへんわ。できるかと。なくなるんですか、絶対。めちゃくちゃなくなる。だから、もうそれが嫌で、全部だから一緒にしといたら、右も左も似た一緒のやつってあるやん、最近靴下。あで、無地やったら別にどっち履いてても分からない。あ、それこそフィギュアでもある。ああ、あの一番いいやつ。あ、だってあのいろんな種類あるやん。ゴミみたいなやつとか。ゴミちゃうの。これ以上下がらんで。これ以上下がることはない。あ、今下げといて。最近ブランドも爆買いしてる。ブランドも爆買いしてるんですよ最近。ノブさんは、はい、給料そんな変わらんはずやのに給料そんな変わらんはずやのにブランドも爆買いしてるんですよ。これはどういった変化。いや、なんなんでしょうね。ありとあらゆるブランドも買ってるよ。買ってるよ。特にあのな、ちょっとあんま大きい声じゃ言えないんで、うん、何ですやったっけ。何ですやったっけ。何ですかもしなくて。何ですばっかりかもしれない。知らん。俺らの服もアディダスばっかりやろ。何出すかわからないから何出すと何メスとえらい違いやけど。ええやん、スポーツいいやん。え、スポーツいいやん。確かに好感度下げてもらってた方がいいかもな。なんかあった時に、うん、下がりきってるから困るもんな。そうそうそう、もともと下がってたらそうやね。ノブはあの前なクリスマスプレゼントも、おお、ほんまにびっくりした。お客さんからいただいて、さん、え、なんこの前の動画の時に言わなかったかな。ビールですか。そう、ビールとおつまみのも詰め合わせみたいなおっしゃってました。はい、嬉しい。僕じゃないんですよ。いや、なんかビールケースもらってるやん俺らに。あー、一応俺住所出そうかな。こちらまで、こちらまで。個人的に送りたい方は。なかなかないんですよね。これ、この文字、どこかな？下だろう。プレゼントなんか一番やる文字。この幅で無理しちゃうかな。このままいくのか。ここがもう終わらんか、そもそも。ここは、いけへんな、多分。絶対無理やな。どっちが細い？細さはこっちやけど。じゃあ。引きずり倒すから。はい。
楽しいですね、ちょっと人の控えてね、ハマってる。はい、ガンダムプラモデルみたいな。そうですね、なんか回していくの楽しいですね。に近いですね。なんで結構お客さん自身でやってくれてた場所、はい、やってほぼやってくれてたので、ほとんどあと多少ちょっとこう、はい、そうです、入れ替えてぐらいだったんで、分別と。そうです。最後ちょっと難しかったんですけど、ああ楽しかったっすね。初めてやったんで。あ、初めてなの。はい、あんな工具解体したことなかったんで。またやりたい。やりたいっすね、また好奇心が。めちゃめちゃあるやん。また例えば2本ぐらい。お疲れ様です。今なんとか無事に作業の方終わりました。作業時間としてはだいたい6時間ぐらいですかね。で早速ちょっとアフターの方を紹介していきたいと思いますので、まず2階部分、後半にやってた2階部分がここの
まあ、和ダンスがここにバンバンと大きなやつがあって、ちょっと階段では降りなかったんで、急遽解体して運び出すことになって、ちょっと大変でしたけど、はい、で、ここが僕最初やってた部屋ですね、2階部分の。日差しが入ってます。そうです。日あったかいなって言ってた。ここもほとんどもうお客様が仕分けしていただいてるので、はい、もうパパッと分けて出す感じで、はい、すごい終わりました。で、こっちの奥の方が西尾くん。こんにちは。うるせえよ。ここ、まあここも、まあ、わりかしちょっとテンション上げとかんと、はい、ちょっとテンション上げとかんと、はい、まあ、ここも何があったっけまあ、ベッドとか、まあ、あの本当に出すだけ、2階はほぼ出すだけ、確かに、ほんまにやったんで、ベッドとか、うん、家具とかもあったんですけど、ほんまに出すだけやったんで、2階は早く終わりました。どうぞ。どうも。どうも。で、1階部分が、前半やってたのがこっちとこっちの部屋なんですけど、ここが一応明日運び出す部分で、木製家具なんかを全部バーって貯めてて、明日はもうここだけ出す感じでパパッと終わらせます。で、1階部分が長ちゃんと、お疲れ様でーす。恥ずかしい。1階は基本的に何ですかね、なんかほとんど仕分けが終わったんで、タンスの中とか食器棚の中とかもほぼほとんど入ってなかったんで、はいはいはい、出すだけの状況に近かったんで、お客さんがやってくれたんでありがとうございます。一人だけですか。まあ、じゃあゆっくりと紹介します。ここはこの上とか中は基本何も入ってなかったんで、うん、ちょっとだけ出す感じだったんですけど、です。で、ここに食器棚が1個あって、そこも食器棚全部お客さんが全部やってくれてたんで、はい、ほとんど、はい、もう出すだけの状況で、ここに大きい、がっちりしたテーブルがあって、それも出すだけです。で、こっちの部屋は、あんまり見てないんですけど、ここに1個マッサージチェア。ありましたね。めちゃめちゃいいやつ、わかんないっす。良さそう。良さそうやってます。しかわかんないですね。新鮮です。こいつずっとなんか後ろ触れないですよ。どうです。まあ、僕はあの外庭のところのやっています。庭は植木や、倉庫の中とかで倉庫を解体したりしました。あ、物置解体したりしました。ペットボトルで水入ってるやつとかね。あ、そうですね、ペットボトルとかもめちゃめちゃ多くてやってましたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。メールからちょっとずっと運んでました。なんか重たいものとかあった？めちゃくちゃありました。例えば大きなタンスです。もう重たくてやばかったです。大丈夫でしたか？大丈夫です。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一応計2日の作業で1日目でちょっと時間はかかったんですけど、まあ、想定内で6時間ぐらいでは終わるかなと思ってたんで、もう本当にお客様がほとんど仕分けしてもらってる状態で分けやすい状態にしてくれてはったんで、だいぶスムーズにで、1箇所ずつ分かれて作業できたんで、比較的スムーズに終わって予定通り終われたかなとは思います。はい、はい、大変でしたけど、まあ明日はこっちの大型家具出すだけなんで、まあなんです。まあなんです。まあなんです。まあなんですか。あの本当に予想通り、予想通りっていうか、なんて言ったらいいこういうの。予定通り。予定通り。予定通り作業ははかどったかなと思いますけど、どうでしたか。言葉の整理ができてませんね。あ、出た。あ、
この前感じに倒してたやつやったそれ。言葉の整理ができてませんね。片付けするのはうまいね、整理するのはうまいね、言葉の整理ができてません。なんかまとめてじゃん、まとめて考えてから話すってことですね。いや、そんなことはないけど。とりあえず日本語が下手って言うんですか。これ全部バッサリ言ってるから全部バッサリ言ってるから使うとこなくなってくる。まあ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 、でも本当に良かったです。ネルドもずっと運び出して頑張ってくれてたし、はい、メッセもやっぱ、ここは今日 1,2,3,4,5,6,7 人で作業してたんで、まあ中の作業と運び出しとで、ちょっと勉強取れてスムーズにいけたかなと思います。新年、2回目のほんまやな。あ、うん、なので、明けまして、あーから感想言って言って、あーから感想含む、あーで始まる感想言って、ありがとうございます。え、終わってる。上がるのがやっぱりしんどかったですね、階段を。まあまあいいや、うん、まあ結構荷物は多かったんですけど、満足してもらえたら。派遣は、え、シアス、え、満足してもらえたら幸せです。てめえこの野郎、ケイスケ。ポクターアキラです。手がないから。手がないから。派遣回しぐらいで終わりか。派遣はもうバッサリいってるから。ということで、今年も皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。昨日に引き続き、2日目の作業になるんですけど、一応昨日の段階でここの荷物は全部出すだけでこの部屋にまとめてるので、一気に運び出ししていきたいと思います。まあ、もう30分もかからないうちに止まるかなと思いますので、よろしくお願いします。いただいて立ち会いして、作業完了になりますので、2日間の撮影ありがとうございました。ありがとうございます。昨日頑張ったおかげで今日めちゃめちゃ早く、ね、15分で。もともと当社の予定は、え、当社の予定は、今日の予定、もともとその見積もりした時に、全員言ったら多分予定通りではある。1日目に作業して、2日目にまあ木家具取りに来て、それを運び出しできたらいいなと思ってたんですけど、まあ昨日のうちにあんだけ頑張ったから結構一日止まらなかったから久しぶりにちょっと長時間の作業、新年一発目やったんで、ちょっと疲れたかなって思いました。新年二発目、長時間、長時間作業がちょっと初めてやったから俺の音今の僕のです。後立ち会いしていただいて、作業会になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。何回さつね。
ャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。